皆さんお疲れ様です。今回は椅子とダンベルを使って背中を鍛えていきます。ダンベルがない方は水を入れたペットボトルで代用していただいても大丈夫です。それではやっていきましょう。それじゃあ頑張っていきましょう。まずはじめはワンハンドダンベルロー。椅子や机を片手で持ち、お尻を後ろにグッと下げ、背筋をまっすぐにした状態でダンベルを上下させていきます。ポイントは体幹をしっかり持って、背筋をまっすぐにした状態でそのままダンベルを上下させていきます。休憩。さあ頑張っていきます。続いて反対側の手も行っていきます。後ろにしっかりとお尻を突き出し、腕を上下させていきましょう。ダンベルがない方は水の入ったペットボトルで代用していただいても大丈夫です。反り腰になりすぎないように注意しましょう。休憩。さあ続いて椅子に座っていきます。続いてはダンベルベントオーバー。椅子に浅く腰掛け、背筋をまっすぐにした状態で腕を前と後ろに引っ張っていきます。上半身は少し前に倒し、体を動かさないように腕のみを使って鍛えていきましょう。休憩。さあ続いてが1ターン目ラストです。続いてはダンベルデッドリフト。椅子に座った状態で両手でダンベルを持ち、体を前と後ろに持ち上げていきます。ポイントは背中を曲げる、そして胸を張る、この繰り返しです。休憩。さあ2ターン目も頑張っていきましょう。しっかりとお尻を後ろに突き出し、腕を上下させていきます。さあファイトです。反対も行います。体の軸をしっかり持って、反り腰になりすぎないように注意しましょう。体が上下しないように、体の芯をしっかりと意識していきましょう。ペットボトルの方は自分に合った重さで試してみましょう。さあファイトです。これがラスト。気合い入れていきましょう。前に行くときに背中を丸め、後ろに下がるときに胸を張り、肩を斜め後ろに落としていきます。さあ頑張って。終了。お疲れ様でした。日々使っている椅子や机で体また鍛えてみてください。それじゃあ、またねー。